まあレギュラーシーズンの時にめっちゃ勝てたから優勝もできるんだと思ってますけど、レギュラーシーズン終わる時にメタが変わって、あちょっと不安だなと思ったけど、まあ不安が結果になったと思います。3位で終わったんですけど、私たちがあそこまで行くんだと考えなかったし、それで悪くないシーズンだと思います。次のサマーにはもっと頑張れる感じで、シーズンの時もそうだし、プレーオフもそうだし、いつも戦国に最後には負けるから、あれがちょっと気にしています。あーまだ兄さんに負けたのか、いつになったら私が勝っちゃうのか、そういう考えはあります。スプリン終わった後に、あの時にただ自分がちょっとだけでもうまいプレーをしたら勝っているかもしれなかったのに、なんか惜しいな、そんな話をしてましたよ。フェンネルの最後の試合の時に、タナがマジで急にイニシとかを僕にしてマジでびっくりしてたんですよ。殺意が感じまして、マジで怖かったよ。あの場所でイニシしないなら負けるしかないって考えがあったから、イニシしたよって言ってましたよ。私にとってお兄さんは何でもできる人、いつも上手い人、それと友達みたいな、そういう兄さんです。優しいし、自分が何の話をしても聞いているし、めっちゃいい弟だと思います。他の人たちが見るときに、この兄弟ちょっとおかしいなと思うのが、喧嘩とかも全然しないし、めっちゃ仲いいから兄弟じゃないんじゃないって言われましたね。僕は先にフルキンを始めて、弟も僕もフルキンをやりたいんですって行った後は、弟も頑張ってプロキーマーになって一緒に AJL で戦う感じになりましたね。めっちゃ嬉しいですよね。僕はいろいろやったんですけど、タナは最初のチェリンジャーの時にトップのマストイしかしてないんですよ。あれこいつこんなキャラでなんでチェリンジャーできるのとか言われましたから、あの時からいろいろキャラを練習してめっちゃ頑張ったから今のタナがいるんだと思います。いつも兄さんと私は差があって、兄さんがもっと上手くて私は置いてくる感じ、いつも悔しいんですよね。兄さんは努力したかもしれないけど、私が見た時は少しやってもめっちゃ上手いから、私より。今はゲームやるんですよね。それでここでも差があるから、それは悔しいです。好きなゲームをやって LOL やってから、ここで勝負したら可能性があるから、それで一緒なリーグ行った時、一回は勝ちたいって考えました。今回は絶対全国を勝つ、それで1位まで狙う、そういう感じで今準備してます。スプリングに3回出会ったのに全部僕が勝ったから、まあサモもこんな感じになるといいなと思うから、まあ頑張って勝ちには試合したら絶対兄さんを殺しに行くから気をつけて。